こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこの調整神グランセイザーより調整神ドルクルスです。それでは見ていきましょう。はい、調整神ドルクルスの見た目はこのような感じになっています。で、今これライブモードですね。はい、このような感じです。はい、でこのモチーフはこの角とかでわかると思うんですけど、カブトムシですね。はい、足がちゃんと3つあります。そしてここに羽がありますね。でこの羽が、はい、このように開くんですよ。はい、こんな感じです。で、まあ、あとは、まあ、この角の部分がこう動くといった感じくらいですかね。でこのここが回るというぐらいですね、可動は。はい、といった感じです。はい、今ちょっと紫が若干こう青っぽくなってるんですけど、もうちょっと赤い紫ですね。はい、それではこのドルクルスをこのライブモードからウォーリアーモードに変形させたいと思います。ドルクルス変形。はい、ドルクルスウォーリアーモードです。それでは見ていきましょう。はい、ドルクルスのウォーリアーモードはこのような見た目になっています。はい、このような感じです。はい、どうだったでしょうか。またこれも割と簡単な変形でした。はい、でこの手出すところとかいいですよね。こういう、はい、とかあと最後このここがこう起き上がるところとか結構好きですね。はい、で当時はこの、まあ、すんごい敵みたいな見た目してるんですけど、まあ、実際にこのドルクルスとこの炎のトライブのこのガルーダが戦ってたんですけど、あれですね、このまあ、風のトライブと炎のトライブっていう、まあ、同じグランセイザーなんですけど、まあ、こっちの風のトライブの方がちょっといろいろあってこう攻撃してたんですけど、当時はこっちの方がかっこいいなと思ってて、絶対こっちの方のおもちゃ欲しいなと思ってましたね。はい、なんか、うん、どう見てもこっちの方正義なんですけど、やっぱこのちょっと顔が、まあ、はい、という感じです。こっちのドルクルスの顔はこんな感じになってます。はい、なんかいいですよね。すごいかっこいいと思います。はい、で可動を見ていきたいと思います。腕は、この若干こういう感じですね。この肩のこのおかげでちょっと水平まではいかないんですけど、このくらい動きます。で根元が回って、で二の腕のところで縦ロールがあって、で肘がこの変形の恩恵でこう、はい、ここまでいきます。はい、でこの
まあそういう感じで、あとは足が水平は行かないで、このくらいですね、横は。で前がこの飾りをどかせばここまで行きます。で後ろがはいこのくらい行きます。で膝がこれ本当若干なんですけど、こういうちょっと分かりづらいですね、ちょっと曲がってるんですよ、ここからこうこんな感じで、はい、っていうのと、あとはこの足首がちょっとこう変形の恩恵で曲がるっていう感じと、あとこの腰が回るというのと、あとはこの頭がこう、あ、これじゃないです、このちょっとこう下にこう、まあ、首ですね、首のところが前に動くっていう感じですね、はい、という感じです。はい、ポーズを取らせるとこのような感じになりますね、はい。でまあこう可動がこうなんか制限されてる部分と、こうなんかすごい動く部分とあって、こうちょっと、まあ、癖があるといった感じなんですけど、やっぱり見た目がすごいかっこいいので、うん、申し分ないですね。でもまあ一つなんかこうもっとあれだったらなっていうのは、これ武器がないんですよね、はい。でまあこの上のやつなんですけど、これまあ一応外せるんですけど、これ別に特にどこにつけるとかもないんですよね、ここにも別につかないですし、はい。あと、まあ、これも外せるんですけど、はい、これも別にこうハマりますとか持てますとか、はい、ちょっと持てましたね。でもこれ持つやつじゃないんですよね、なのでちょっと、うん、その武器がないっていうのは少し寂しいかもしれないですね、はい。はい、それではここからは大きさ比較をしていきたいと思います。それではまずはトランスフォーマーの以前レビューしたレジェンズクラスのボンブシェルです。はい、まあ、大体半分くらいの大きさですね、まあ、同じカブトムシで紫なんで、はい、出しました。で次は、これも以前レビューしたボイジャークラスのダブルディーラーです。はい、まあだいたいボイジャークラスですね、大きさが、はい。で前のこの以前レビューしたのもこのガルーダもまあだいたいボイジャークラスより少し大きいくらいだったので、はい、まあこのくらいの大きさですね。はい、そしてこのドルクルスのギミックですね、この前回と同じようにこのドルクルスの頭を上げると、はい、このように穴が出てきますね、はい、まあ、という感じで、はい、ここにこのパーツですね、アクショングレートモデルシリーズセイザーレムルズのセイザーギアを装着すればレムルズモードへ、はい、装着アイテムでモードチェンジという感じで、はい、これあのセイザーレムルズっていうのが使ってる銃ですね、が頭にこうくっつくと、まあ、いう感じですね、はい。でまあ前回のガルーダだと2つこうもう1つモードがあったんですけど、あの確かこのドルクルスって基本セイザーレムルズっていう、まあ、リーダー的存在の人しか乗ってなかったので、はい、なので、まあ、一つなんだと思います、はい。でこのレムルズっていうのは双子座の戦士で、モチーフが、はい、このカブトムシですね、はい、っていう感じです。はい、今回のドルクルスのレビューいかがだったでしょうか。はい、いやこのまずカラーリングとこのカブトムシモチーフっていうのがもうぶっ刺さりましたね、僕には。はい、でこのロボットモードもこういうバックパックとかも、あとこういうところですね、もうきっちり造形されていてすごくかっこいいですね、はい、変形も楽しいですし、はい、という感じで、やっぱり当時からこれはすごい欲しかったものなので、手に入れた時はすごい嬉しかったですね、はい、うん。まあこのグランセイザーシリーズってもう本当
ピンキリで、まあ、安く売ってたら絶対買いたいものですね。このドルクレスなんて600円で買いましたからね、はい、箱あり完品で、はい、ということもあるので、ぜひこのグランセイザーが気になった方は探して手に取ってみてはいかがでしょうか。はい、ここからはレビュー中に話せなかったことなどを話していきたいと思います。はい、今回このドルクレスをレビューしたんですけど、実はこの主人公が乗るガルーダよりも先に劇中に登場していたんですよね。はい、で主人公たちが、まあ、炎のトライブがこのガルーダを起動させる前に、もう風のトライブたちがこのドルクルスを起動させて、その主人公たちをこういう主人公に向かってこうビームを思いっきりバーンって打ったりしましたね。はい、っていう感じなんですけど、このドルクルスに乗っていたのがセイザー・レムルズって言ったんですけど、このセイザー・レムルズっていうのが外科医やってる人なんですよね。で、まあ、名前が電通院なので、まあ、電通院先生ですよね。はい、という感じなんですけど、であと1人目がその電通院先生で、2人目がセイザー・ベルソーという、はい、これが女性なんですけど、水亀座の戦士で、そのスーツのモチーフが蝶々ですね。はい、という感じの、まあ、エアロビクスインストラクターです。はい、で3人目がセイザー・ダイルという、はい、でなんかちょっとワニっぽいんですけど、まあ、全然違くて、はい、これはチャラいファッションデザイナーで、天秤座がモチーフ、まあ、天秤座でそのスーツのモチーフがクワガタですね。はい、っていう感じです。はい、で劇中で、まあ、大体電通院先生が乗るんですけど、こう、まあ、主人公たちの炎のトライブもこのガルーダを起動させて、こうやってこう空中でこう2人で戦うんですよ。でガルーダこうやって逃げてたのか分かんないんですけど、こうやって移動してる時に思いっきりこうビームを打ちまくるわけですよ、無我夢中で。はい、電通院先生はっていう時に、この打ったビームがダムにバーンって当たって、ダムが崩壊して水ドバーってなりまくるんですよ。はい、その時電通院先生が一言、しまったって言うんですよ。まあ、それで終わるんですけど、はい、でそっからその電通院先生のしまったがちょっとネタになってるっていう感じですね。はい、まあ、という面白いかわからないんですけど、まあ、そういう話もあるので、まあ、気になった方はぜひこのグランセイザーを見てみるというのも良いかもしれないです。はい、まあ、という感じで今回の動画は終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。